我々は死刑囚麻原を信じるオウムアレフの会社様には大変お騒がせしておりますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。都議会議員の皆様、足立区議の皆様、近隣の市議の皆様、地域の皆様とともに、危険集団オウム真理教アレフ撤退のデモ行進を行っております。お休みのところ大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。我々は死刑囚麻原を信じるオウムアレフの解散まで断固反対運動を続けるためのデモです。反社会的オウムアレフは解散しろ、解散しろ、オウムアレフは解散しろ、解散しろ。あ、マイク入ってない、マイク入ってない、抜けてる、うん、抜けてる、上げて、入ってない、入ってないよ、入ってないってさっきまで入ってたのに、パワー上げてくれればいいんじゃないの、抜けてない、さっきまで使ったの、いや、声が入んない、スイッチ入ってるね、そっちは、スイッチ入ってるの、あ、入ってるね、入ってない、抜けちゃったの、ああ、入った入った、ここにも我々の他人事件などの一般の市民を殺害する事件を起こした、あなた方はオウム真理教とアレフは別の存在であるというのかもしれないが、あなた方は麻原しぼ子こと松本智津夫を教祖として今でも崇めておる。その松本智津夫は地下鉄サイン事件をはじめとするオウム真理教が引き起こした凶悪事件により死刑が確定している。アレフは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律により監察処分を受けており、このことはアレフがオウム真理教の後継団体であることを示している。あなた方が突如としてこの地に建物を取得し、無差別大量殺人行為を行った団体の後継団体の拠点として使用を始めたことは、地域住民に対しどれほどの恐怖と不安を与えたか容易に想像できるはずだ。直ちに解散しなさい。我々は勝手の平和な暮らしを取り戻すため、全国の同志とともに、あなた方の集団が解散するまで断固として戦い抜く覚悟である。平成28年3月20日、足立入江地域オウム真理教アレフ対策住民協議会。安全に暮らせる街を返せ、返せ、危険集団オウムは解散する、解散しろ、我々は解散するまで戦うぞ、戦うぞ、解散する、無理やりお願いまして、真ん中 の高い、真ん中に乗ってる部分については関係がないんですね。でこれ97年、平成9年の9月に完成して、今写真で写っているのは坂本さんが埋められていた現地の入り口に立っているものです。次の写真ですか、これがその奥にあります坂本次さんがまさにご遺体が埋められていた場所です。あそこに柱が立っているように見えると思うんですけれども、慰霊塔を建ててくださった方がおります。毎年行くとですね、坂本さんはお酒も好きだったので、日本酒、
ぬな姫っていうの名酒あるんですけども、日本酒とそのビールとでみんなで、柱にかけてですね、あの時は高橋さんも発見された場所から、このモニュメントを下ろしてきています。すべて同じ形をしているので、現場は同じように見えますが、これは新潟県から、かなり離れた、北陸自動車道をずっと走ってきて、ようやくたどり着いた魚津の写真です。次を見ていきます。これが辰彦ちゃんが埋められていた長野県大町市のダムの上にある、大町ダムの上にあるですね、公園のスペースに一角に置かせてもらいました。大町市の皆さんの協力をいただきました。ダムの守り神である辰の子太郎の像がちょっと右の方に見えているんですけども、まあ、偶然辰彦ちゃんの辰と辰の子太郎と、まあ、同じように並んだようです。早く死刑を執行してほしいと、また、執行に立ち会いたいと、あるいは死刑囚と話をしてみたいと、あるいは話をしてみたくないと、あるいは通知を受けたい、通知を受けたくない、被害者遺族の中にも死刑に対して、オウム真理教の死刑囚に対してさまざまな意見があるということが、分かりました。ただ皆さんさまざまな意見はお持ちなんですが、一つだけ共通した意見がありました。それはオウム真理教を死刑にできないのか、いつ団体を解散できるのか、そういうお話でした。これは被害者遺族みんなが共通している思いです。それが分かりました。そういうことを考えてみるとですね、やっぱりオウム真理教を解散に追い込むため、オウム真理教を死刑にする、オウム真理教の死刑執行をするのはまさに我々の責任ではないかと思っています。国だけに任せているんではなくて、今団体規制法で、公安調査庁を中心に監査処分の行政処分が実施されていますけれども、やっぱり最後はですね、国民、住民の皆様、そして自治体、地方自治体の力、現場の力じゃないかなというふうに思っています。そういう意味では足立区の皆さんのこれまでの活動は全国のお手本だと思います。皆さんのお手本が全国各地のですね、自治体や住民の皆さんに、波及していけば、きっとオウム真理教を解散に、追い込むことができるのではないかなと思っています。これからも皆さんの活動を応援させていただきたいと思っています。ぜひ頑張って活動を続けてください。今日はありがとうございました。高橋さん、ありがとうございました。